なんかあんなに最終決戦だみたいな雰囲気で出てったのにちょっとおっとね、話しづらいな、気まずいわ。戻ったか、クライブ。空に浮かぶあの気味悪い塊は何だ。一体何があった。これから状況を説明する。みんなを集めてくれるか。わかった、ちょっと待ってろ。みんなを集めてもらうことはできるか。主要メンバーこんな多いんだな。みんな集まったか。察しの通り、空に浮かぶ黒い塊はアルテマの仕業だ。そしてあの内部にはオリジンと呼ばれるものが存在している。そのオリジンのせいでクリスタル自治領は壊滅、我が祖国は失われたわけだ。薬屋の女の子大丈夫なのか。自治領にあった戦闘、あの遺物は古い文献にも登場する。あれはおそらく地表に出ていたオリジンの一部だったのだ。イニシエの時代からあの場に眠っていたとは驚きだ。黒い塊が現れてから突如アカシアに襲われて各地が混乱しておる。ランデラですらな。一体どうなっているというのか。各地でアカシアが増えてるらしい。要所には石の剣を向かわせたが、それもいつまで持つのかわからねえ。この隠れ家では具合の悪くなった人が出始めたわ。なんで？まさかアカシアになるなんてことないとは思うけど。もしかしてあの塊はエーテルを吸収してるんじゃないかしら。マザークリスタルのようにエーテルが集まるのが見えたの、ストーンヒルで。だとすれば黒の一帯が急速に広がっているという報告にも納得が。あれが大地から強引にエーテルを吸い出してだとしたら、地上のエーテル濃度も上がっているかもしれない。それがもしや原初のくさびの効果を加速させてアカシアたちの増加に。そういうことか。問題ない。アルテマは言っていた。オリジンを持って本来の力を蘇らせると。つまりオリジンに行くことができればどんな形であれ奴とまみえるはずだ。でもあんなとこまでどうやって行くんだ。空は飛べないぞ、さすがのエンタープライズも。それはここまでにしておくか。この場で考えても結論が出るもんじゃないだろう。おのおので対応できることから始めてくれ。クライブ、いいな。なあ、そうしてくれ。さあ、それじゃ一旦解散だ。なんかバハムートの背中に乗っていくとかそういうのダメな。フェニックスだとちょっと燃えちゃうもんな。ここまで来たらジタバタしてもしょうがない。疲れたろ、お前も少し休め。分かってる。あれあれ、なんかまったりした感じになってきたな。どうしたんだジョシア。もうやばいんじゃない、限界なんじゃないっていうか、ずっと限界だったろこいつ。たとえ俺たちがアルテマに作られた存在だとしても、
こうやって生きている。どんなに無様で愚かだろうが、俺は生きるために戦いたい。それはアルテマも同じだった。生き残るために新たな世界を作ろうと。つまりこれは互いの生き残りをかけた戦いなんだ。人と神のね。そしておそらくどちらが勝ったとしても厳しい世界が待っている。アルテマに負ければ人は滅び、勝っても得られた自由は間違いなく人に新たな枷を生み出してしまうから。だが人には意志や思いがある。いつかその枷を外せるはず。困難でもいくら時間がかかっても、みんなが手を取り合って何倍もの力で立ち向かっていけるだろう。俺はな、ジョシュア、信じてるんだ。人が人として生きられる場所はそんな世界だと。そうだね、僕たちは信じる道を進もう。僕の翼であそこまで飛ぶ。うん、かなりの距離を飛ぶことになる。お前の体調だって万全じゃない。体を気遣え。兄さん、僕はフェニックスのドミナントだ。きっと何とかしてみせるよ。これは僕たちの問題だろ。分かった、頼む。決して無理をするなよ。いいな、戦うのは俺の務めだ。頼りにしてる。待て、ジョシュア。いける？バハムートなれる？キコーラの目的はアルテマを撃つことだろう。ならば本陣を叩くまで戦力は温存すべきだ。イフリート、気候に召喚獣の力を食われたドミナントもまた権限できるというのはまことか？ああ、しかしあれは己を捨てる行為だ。はあ、ヨガオリジンまで送ろう。その力は決戦まで取っておくといい。ディオン、なぜ？下手をすれば人としての全てを失いかねないぞ。彼の地までは持たせてみせる。一度は失った命だ、もう恐れないさ。それにアルテマにも大きな借りがある。一人でも行くつもりだったからな。感謝するよ、リオ。礼なら終わってから聞こう。そうだよね。ガルーダは暴走で、タイタンはマザークリスタルの子は取り込んでって感じだったもんね。だから普通には権限できねえんだ。ディオン・ルサージュは覚悟を決めた。俺たちも行くぞ。そうだね、しっかり支度をして出発しよう。あとはジルとも話しておかないと。これもラスボスマップだね、完全に。支度は済んだの？あらかたな。アルテマを倒してくれよ。奴は
バリスゼアに災禍をもたらし、あまたの人生を狂わせた。今度こそ全てを終わらせる。神を相手に戦うんだ。これまでで一番の大戦になるな。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。待ってるから。約束しただろう、また一緒に月を見るって。ええ、信じてる。ジロは行かないんだね。3人で行くのか、まあ、実質2人か。え？めちゃめちゃ強いんだけど。さらーっとゲットしたけど。あ、大して変わんねえじゃん、今までのオークと。何が王だよ。汚れた腰脇、あれ？これあれじゃん、なんか武器に必要じゃなかったっけ。武器じゃねえ、防具だ。これ腕は最強防具かな、金色だし。よし、できたぜ。さあ次はハルポクラテスのクエストだ。ハルポクラテスから頼み事とは珍しい。書庫に行ってみよう。ハルポクラテス可愛いから何でもしたくなるな。どうしたのおじいちゃん。ハルポクラテス、あんたからもらった手紙のことだが。おほう、あの件か。よく訪ねてきてくれた。ディオン・ルサージの名が書かれていた。彼と面識があったのか。ああ、わしはかつて殿下の教育係をしていたことがある。え？隠れ家に来るずっと前のこと。歴史学者として一時ザンブルクの宮廷に身を寄せていたのだ。覚えてるかな。その間殿下に学問を教えしていた。歴史に基づく宗教、商業、祭りごと、わしに教えられることは全て伝えてきた。しかし殿下が青龍騎士団を率いられるようになると、次第に座学に来られなくなってな。ここでお見かけしたときは驚いたよ。声はかけたのか。いや、話す機会を捉え損ねておる。殿下を拝見するときはいつも思い詰めたご様子で、とてもお声がけできる雰囲気ではないからの。あの方はご自身が引き起こした災禍の責を一身に背負うおつもりではないか。確かに彼は何か思い詰めてるように見える。だがどうしてあんたがそこまで気に病む必要が。あの時わしはディオン殿下がどれほどの重圧と孤独を抱いていたか知っていた。にもかかわらず慰めの言葉一つおかけすることができなかった。きっとあの方は一人で耐えておられたのだろう。わしが殿下の理解者になっていれば、災禍を引き起こした原因の一端はきっとわしにもあるのだよ、クライブ。ハルポクラテス、それであんたの望みとは。飛竜草の花、それも野生に咲く花を取ってきてほしい。あれが咲かせる花は見る者の心を和ませるという。殿下にお見せすれば少しは気が安らぐのではないかと思ってな。分かった、力を貸そう。詳しく教えてほしい。お主も知っての通り、本来飛竜草とは白い花を咲かせるもの。一方である過酷な大地で育った飛竜草は
美しい薄紫の花をつけるそうだ。その要件を満たすのはウォールードのリクマルヒッチ。飛竜草の好む滝の周辺に自生していると思われる。危険な地へ赴かせるのは忍びないが、野生の飛竜草を探してもらえんだろうか。気にするな。少し待っていてくれ。ありがとう、クライブ。どうか頼んだよ。あれさ、ディオンのパパが薬中みたいにずっと決めてたからさ、いいイメージでえわ。ほんとだ、死のうと咲いてるけど。薄紫の花、これに違いないだろう。全然レアな感じじゃねえのな。ハルポクラテス、野生の飛竜草を見つけてきたぞ。本当かね。ああ、見てくれ。いっぱい生えとったで。おお、これだ、間違いない。ありがとう、クライブ。あんたが直接ディオン・ルサージュに渡すといい。いや、だが待っていてくれ。彼を呼んでくる。おじいちゃんひよってて可愛いな。ディオン・ルサージュ、話がある。出発するのか。いや、その前に書庫まで来てほしい。ハルポクラテスがあなたに見せたいものがあるそうだ。先生が？え？今さらどんな顔をして言葉を交わせばよい。要は恩師に顔向けできぬ罪を犯した。婿の民を殺めるという大罪をな。全ては世の弱さが招いたこと。もちろん食材の確保はとうにできている。しかしあの方と昔のように言葉を交わせば、それすら揺らいでしまいそうな気がするのだ。だったらなおのこと彼と話すべきだろう。その覚悟があるのならばきっと受け入れてくれる。分かった、感謝だけでも伝えねばな。イフリート、先生のもとへ案内してくれ。ああ、行こう。ディオンがクライブのことイフリート呼びなのちょっと好きなんだよな。こいつだけだからな、そう呼ぶの。これもうメインストーリーレベルじゃん。これサブクエなんだ。今までお声掛けすらできずにお許しくださるだろうか。大丈夫さ。ご無沙汰しておりました、先生。これまで不義理を働いたことをどうかお許しください。本日は未熟な私を一時でも導いてくださったことにお礼を申し上げたくて参りました。遅ればせながら先生に心よりの感謝。どうぞお顔を上げてください。そのような姿、あなたには不似合いだ。生きて言葉を交わせた、それだけで十分です。殿下、お見せしたいものがあります。それは
飛竜槍ですか。だが珍しい色だ。これは野生の飛竜槍。飛竜槍は厳しい環境に置かれた時、稀有な色の花を咲かせます。その根に猛毒を持つとは思えぬほど美しい花を咲き誇らせるのです。殿下、あなたはこの花と同じ。これまでの全てが今のあなたを咲かせている。誰が責めさいなもうと、どうぞあなただけはご自身を誇られますよう。再会の記念に殿下にお渡しできればと。ハルポクラテス先生、ぶしつけなお願いをしても、この花をしばらくお守りいただけませんか。すべて終えた時には必ず。おじいちゃん。お待ちしております、殿下。命の続く限り、いつまでも。うわ、もう死亡フラグすぎる。ディオンの。もう恋人とば離れたしさ、2個だってんじゃん、死亡フラグが。帰ってきてほしい。生きた証を残したいなど。少し干渉が過ぎたか。恩師に引き合わせてくれた礼だ。取っておいてくれ。恩に切るよ。これも飾るやつかな、部屋に。ありがとう、クライブ。お主のおかげで殿下と再び言葉を交わすことができた。殿下が無事に戻られるまで、わしはここであの飛竜槍を大事に育てるとしよう。隠れ家の土が合うといいが。もともと過酷な大地で育っていたのだ。きっと大丈夫。さて、お主に慰霊をしなければ、これを受け取ってくれないか。こいつは、あは、ストラスの羽ペンだ。長く生きたストラスの羽には良き詩文が宿るという。わしがずっと使い続けてきたものだが、だからこそお主に託したい。クライブ、心から祈っているよ。お主が剣ではなくペンを取る日が来ることを。おお、この戦いが終わればそれも夢じゃなくなる。ありがとう、ハルポクラテス。大切に使わせてもらう。おじいちゃん、よかったね。ストラスの羽ペンと竜王の慈悲。ギガグレア6秒短縮。あいつそれを自分で持ってたんだ。おもろいな。さあ次はジョシュアだ。俺トルガル。兄さん、どうしたんだジョシュア。神妙な顔をして。実はシリルから知らせがあってね。父上の遺言書が見つかったそうなんだ。え、そんなものをどこで。ロザリス城だよ。ここ最近、俗領総督府が弱体化したのを機に、不死鳥教団は改めて城内を調査していた。そして地下墓地に隠されていた遺言書を発見したと。地下墓地、フーゴと戦ったあの場所か。このことで僕たちに伝えたいことがあるみたいだ。
兄さん、シリルに話を聞きに行かないかい？シリルってあの右腕みたいなやつだよね、不死鳥教団の。あのうさんくせえやつ敵かと思ったけど、いいやつっぽい。ああ、そうしよう。父上の遺言なら放っておくわけにもいかない。ありがとう、兄さん。それじゃあ、支度ができ次第タボールへ行こう。ジョシュア様、そして閣下、ご足労いただきありがとうございます。早速だけどシリル、父上の遺言書というのは？はい、こちらに。閣下、どうかご確認を。おお、最愛なる息子たちへ。昨今の情勢から鉄王国との戦は避けられそうもない。だがドレイクブレスを取り戻したとて、ロザリアから黒の一帯の脅威が消えるわけではない。早急に計画を進めなければ。しかしもはや一番岩といえぬ今のロザリアでは、この施策をわしの代で完遂することはできないだろう。後を継ぐ者に大きな席を残してしまうことになる。だからせめて現代行、そして父としてお前たち二人の支えとなる遺産を託す。父上、遺言書の真偽を確かめるため改めさせていただきました。お二人への文書、許可なく閲覧したことをお許しください。構わない。どうやら亡くなる直前に書かれたようだな。この計画とは何だい？エルヴィン様は国政の変革に尽力しておられたと先代の右筆から伺っております。その最たるものがベアラーの処遇改善、過重労働の軽減、石化症状の治療、魔法を使わぬ設備の考案、いずれも黒の一帯が広がる中でロザリア公国が生き延びるための施策でもありました。だけどそれをなすにはベアラーへの意識から変えなければならない。確かに一代ではやりきれないほどの計画だ。お二人にお伝えしたいことというのは、文末に記された遺産について。この遺産とは対抗派貴族の決命、ジョシュア様が即位された後、エルヴィン様の忠厚寄進をお二人の後ろ盾にと。だが彼らはもう。ええ、アナベラの指示のもと、そのほとんどが何らかの罪を着せられ処刑の浮き目に。ですがもう一つ、それが父から子への贈り物。父上からの？詳しくは当時の宝物管理人に聞くと良いでしょう。現在この町に滞在してもらっています。先代の遺筆より私が引き継いだ任務は、遺言書の回収と客人をお招きすることだけですので。その人はどこに？教団の有する館でお待ちです。ありがとうシリル、行ってみよう兄さん。忠誠深いなこいつ。うさんくさいとか言ってごめんな。これなんだろう、武器も防具も多分最強レシピも持ってんだよな。なんだろう、防具に至っては作ったしだもん。クライブ様、ジョシュア様、こんなにも立派に成長なされて。ロザリアの神ゴディサがフェニックスとそのナイトに拝謁いたします。こたびは主上大公エルヴィン殿下より預かりし、宝物をお渡ししたく参った次第。ゴディサ卿、顔をお上げください。父の品をお守りいただいたことに心よりの感謝を。
愚心にはもったいないお言葉。教えてください。父から私たちへの贈り物とは一体。成人の証として父から子へ送信具を送るというロズフィールド太后家の伝統をご存知でしょうか。ええ、父上から聞いたことが。主上はその送信具として二人のご子息に揃いの腕輪を贈るおつもりだったのです。ですがそれが叶うことはありませんでした。腕輪の中核たる浜の秘跡をあしらう前に主上は皇居なされたからです。それゆえここに持参した腕輪も不完全なまま。そうだったのですね。クライブ様、ジョシュア様、この腕輪をお渡しする前に私のわがままをお聞き願えませんか。主上はお二人の成長されたお姿をさぞかし見たかったことでしょう。だからこそこの腕輪が不完全なのが未練であると思うのです。できることなら浜の秘跡を手に入れこの腕輪を主上の思いを全く形にしていただきたく。ゴディサ教兄さん。ああ、わかりました。やってみましょう。ああ、ご厚情に感謝を。ではゴディサ教、浜の秘跡とは何なのですか。それはとある魔物の体内にて長い年月をかけて生み出される神躯の宝玉でございます。宝玉をなす魔物の名はシムルグ。キャツは各地を転々としながらも今はこの近くタイタンの通り道に住み着いている様子。なぜあなたがそんなことまで。主上は常々おっしゃっていました。お二人へ送る腕輪には浜の秘跡が不可欠であると。私はその思いを全く形にするためシムルグを追い続けてきた。キャツが人里近くに住み着くのは稀なこと。まさにかつてない好機なのです。ジョシュア、早速向かうぞ。ああ、行こう。これさ、二人がしてるピアスも一緒だけど、それも贈り物なのかな。それは勝手に二人がやっただけか。レベル40。こいつか。やるぞ、トシオ。なんだ、全然大したことなさそうなんだけど。ただのグリフォンじゃん。あーな、うわ、出た、これちょっとエリアルブラストじゃん、これ。え、こいつ、すごい、ガルーダとほぼ同じ力じゃん。やるな。パパ、これ一人倒そうとしてたろ。なかなか荷が重いんじゃないか。うわ、強え。レベルも40だよ。残念。まあ、でも S 級レベルじゃないな。 A 級ぐらいか。あ、もう使えばよかったな、あれ。全然たまらん。ただオーディアンもあれだね、普通にあれ削れるんだ。ビルゲージね。ほら、レベル4にしただけで半分削っちゃったよ。だから AR ブラストもね、マスターできるぐらいのポイントがあったらもうガウジいらないんだけどな。 OK で、これでガウジ連打。さすがに足りんか。ただマジックバースト 1.15 倍になってるからあれだぜ。今簡単に黙るぜ。ちょっと邪魔だよ。味方でも邪魔だし敵になっても邪魔だね、エリアブラストは。そこか。いった、まずはダイヤモンドダスト必ず成功させる。でオーディアームに切り替え、立てつけ。これいけるだろ。ライトニングロット、あ、リミットブレイク、立てつライク。リミットブレイク忘れちゃうね。タイミング OK。 これ間に合うぞ。ギガフレア間に合う。
出るか。15番ワインダップ間に合えばよかったんだけどな。ワインダップ遅いね。あ、15番出た。よし、ついに15番出たわ。最高記録。次はじゃあ20万か目指すのは。100ポイント。浜の秘跡2個も出たよ。あ、そうか、2人だからか。これが浜の秘跡。ゴディサ卿に届けよう。これ見た目変わったりすんのかな、腕輪つけて。クライブ様、ジョシュア様、無事のお戻り何よりでございます。浜の秘跡を手に入れてきた。確認していただけますか。この炎の輝き、うちに秘めた澄み切った秘跡。ええ、こちらで間違いありません。感謝いたします、クライブ様、ジョシュア様。これで主上の思いも。ゴディサ卿、町の宝石職人の支度ができたようです。仕事早。ありがとうございます、シリル殿。それでは早速細工に取り掛かっていただきます。お二人とも少々お待ちくださいませ。腕輪の細工が終わりました。お二人ともどうかお受け取りください。浜の秘跡はその高度から決して砕けぬ強き心の象徴とされております。そして秘跡のそばに掘られた鶴草の文様は決して立てぬ強き絆の証なのです。ロズフィールド太后家に生まれたる者、成人すると祭りごとに身を投じることになる。その時自分を見失わぬよう強き心を持つこと。僕たち兄弟フェニックスとそのナイトの強き絆で苦難を乗り越えていくこと。ええ、それこそが幕府のごとき宮廷で最大の武器となると主将はご存知でしたから。これがお二人に宛てた主将の思い、同時に祈りでもあります。ありがとうゴディサ卿。父上からの贈り物、確かに受け取りました。ゴディサ卿、あなたは一体何者なのですか。父上の亡き後、太后家の宝物は全て母上が手にしたと聞いています。この腕輪も不完全だったとはいえ、類まれな価値のある品。なぜこの腕輪を守ることができたのです。私はただ宝物庫の管理を任されただけのもの。かような私ごときに主上はお話ししてくださいました。腕輪に込めた主上の思い、お二人への深い愛情を。18年前、私は宝物庫の品々が他国へ持ち出されていると気づき、太后妃とザンブレクの企みを知ってしまいました。しかしその直後にあの事件が起きてしまい、混乱の中城を抜け出す時に主上からお預かりした品だけはと腕輪を持ち出したのです。そんなことが。よくご無事で。流れ着いた地で不完全な腕輪に主上の無念を見た私は、いつしか浜の秘跡を追い求めるようになりました。そんな折、私の前にシリル殿が現れたのです。そしてお二人がご健在であられることや、主上の遺言書が見つかったことを知りました。父とロザリアの民に代わり、ゴディサ卿に改めて敬意と感謝を。感謝を。はあ、なんとご立派な。今全てが分かりました。私の生涯はこの日のためにあったのだと。すごい、18年越しだよ。もう明日死んじまうんじゃねえかってぐらいのあれだよな。様、そして閣下、
エルウィン様のご遺産を無事に手にされたようで何よりです。シリルのおかげさ。ロザリアのホーククライダン街、そこに不死鳥教団が建てたエルウィン様の慰霊碑があります。腕輪のご報告も兼ねてそちらに向かわれるのはいかがでしょう。そうだね、いい考えだ。兄さん、これから父上に会いに行かないかい？ああ、そうしよう。最後の戦いの前に報告もしておきたかったからな。慰霊碑にはエルウィン様が愛用されていた兜が祀ってあります。長年教団で保管していたものですが、エルウィン様の遺産を受け継がれた今、あの兜もまたお二人が手にされるのが望ましい。戦いに出向くお二人に我々からの贈り物としてどうかお持ちください。シリルが有能すぎて怖えわ。ありがとうシリル。それじゃあ兄さん、出発しよう。シリルとお酒飲みたいな。酔っ払わせてこいつと感情が見たい。いいとこに立てたじゃんシリル、やるじゃん。骨は回収できたのかなパパ。めちゃめちゃ雑に置いてあるけど、カブト錆だらけだろこれ。父上は志のために戦っていた。そのことを知ったのはフェニックスゲートでの事件の後、ただ守ってもらうばかりで僕は何も知らず何もできなかった。どんな運命にも嘆くことなく意志を持って常に戦い続ける。父上は憧れであり誇りだ。そして俺もそうありたいと思っている。僕もそうありたい。だから最後まで戦い抜く。この身に持てる力のすべてで。ああ、俺たちは戦い続ける。運命にも神にも抗い人の世界を切り開くまで。この兜をお借りします。父上、近くで見守ってください。僕たちの決意が揺るがないように。うん。パパ。行ってきます。さあ、行こうか。俺たちのやるべきことをやろう。僕も一緒に行くよ、兄さん。これちょっとアルテマ戦に被ってこうよ、この兜。でも一つしかないから、病弱なジョシュアが被ろう。お前は守らなきゃダメだ、ミオン。錆びついた戦兜。さあ、次はトルガルだ。気になるな。裏デッキに行ってみよう。お、ほんとだ、かわいい。クライブとの思い出の地でもあるのかね、この目線の先に。
トルガル、カローンが心配してたぞ。何を見ているんだ？なるほど。そういえば、この足の飾りはいつから？シドがつけたんだよ。初めて隠れ家に連れ帰った時にね。シドが？この子が来たばかりの頃は自分の前足を噛む癖があったんだ。見かねたシドがそいつを無理やりはめたのさ。トルガル、どうして？語り部によれば、マロってのは一度主を定めるとそばを離れたがらないものらしい。あんたと離れてしまったことに心が耐えきれなかったのかもしれないよ。自傷行為か。外してほしけりゃてめえで探し物を見つけてみろってよくシドがトルガルをからかってたもんだけど、まさか本当に見つけてくるとはね。そうだったのか。すまなかったな、トルガル。よし、そいつを外してやろう。怒ってる。おや、ゾンガイ気に入ってるみたいだ。そうか、これはお前にとってシドの形見でもあるんだな。なんだ、外へ行きたいのか？やっぱりどこかに行きたがってたんだね。私の思った通りさ。俺なんかよりずっとトルガルを分かってる。そりゃそうだろう。この隠れ家で一番面倒を見てるのは私なんだから。カロン、ありがとう。いつもトルガルを気にかけてくれて。この子はおしゃべりじゃないから気が楽なだけだ。ほら、さっさと行ってやんな。たまにはトルガルに付き合ってやるとするか。トルガルさ、何話しても答えてくれるからすごい楽しそう。動物と心通わせられるっていいよな。うちの猫どもも理解してくんねえかな、俺の言葉。それでトルガル、どこへ行きたいんだ？困ったな。それじゃわからないよ。トルガルの行きたいところ、お前が裏デッキで見てたのはロザリアの方角だったな。そうだ、久しぶりにあそこへ行ってみるか。俺たちの秘密の場所、ロザリス城が見えるあの離れ小島に。よし、決まりだ。なら、まずはポートイゾルデに向かおう。近くの桟橋で船を借りなければ。どうしよう、これで、なんか全然トルガルが求めてる場所と違かったら。普通に盗みやん、これ。借りるって言ってたけど。さて、この小舟を借りるとしよう。無断でな。トルガル、島に渡るぞ。昔は抱えて乗れたが、今のお前じゃ船がひっくり返りそうだな。冗談だよ。めっちゃ感受性豊かじゃん。僕はここで待ってるよ。トルガルとゆっくりしてきて。ああ、少し待っていてくれ。行こう、トルガル。秘密の場所があるのは島の中央だ。この道をお前とよく競争したな。ミスト島？サブクエ限定だこれ。鳥の巣か。
ここは俺たちの秘密の場所だったな。かわいい、ちっちゃ。ここにいる間だけは解放されたよ。立場、力、責任、ただの子供でいられた。あんな姿を見せていたのはお前だけだ。トルガル。トルガルも18歳だからね。マロウは何年生きられるんだろう。もしかして城から？フェニックスゲートも。これをお前だけで。それは俺の。すごまさかずっと探してくれてたのか俺を。ありがとうトルガル。クライブ・ロズフィールドを忘れずにいてくれて。こいつは持っていこう。思い出を忘れないように。これ飾るんだ。この先からロザリス城が見えたはず。そうだな、あの丘に寄って帰ろう。この先だ。マジでこれメインクエスト級だろ。ディオンのクエといい、ちょっとヤバいのが多いな。ほんとだ、穴場スポットだ。これがトルガル、お前は俺たちの思い出を守ってくれてた。だから今度は俺がお前の、いや、みんなのこれからを守る番だ。さあ帰ろう、俺たちの家に。ちょっとトルガルの嫁探ししてあげたいんだけど。サブクエ名、言葉はいらないだって。カバスの牙プラストルガルの攻撃が上昇する。焦げついた木剣だ。さあお次はジルのクエストだ。ジョシアの言う通りだな。相談してみるか。カフェじゃダメなの。カフェ、トルガルいつも一緒に可愛いな。手紙を読んだよジョシア。そのことで相談に来た。確かにここしばらくジルは気を張っているように見える。そうなんだ、心配なくらいにね。一息つかせてやれればいいんだが。でも彼女にそう言ったところですぐにはぐらかしちゃうだろ。だから多少強引にでも息抜きをさせた方がいいんじゃないかと思ってさ。何かいい案があればいいけど。息抜きか。
そういえば子供の頃、ジルを元気づけようとして外に連れ出したことがあった。あの時は彼女に綺麗な花を見せたくて、マヌエの丘に行こうとしたんだ。父上の寮内視察に同行した時だね。初めてみんなで遠征した日だったから覚えてるよ。雪月花を見に行ったんだっけ。二人がいなくなって結構な騒ぎになったんだ。ちょうど花が咲く時期だったからな。結局あの日は季節外れの嵐でそれどころじゃなかったが、後でマードック将軍にこっぴどく叱られて、俺にとっては苦い思い出さ。ねえ兄さん、もう一度挑戦するのはどう？ジルも喜ぶんじゃないかな。なるほど、いい考えかもしれない。だが、うん、今のロザリア南部は荒れてるからね。変わらずに雪月花が咲いているかどうか。ジルを連れて行く前に一度様子を見てくるか。なら僕も一緒に行くよ。支度したらすぐにでも出よう。うわ、枯れてるわ全部。ここで間違いないはずだが。残念だけど全部枯れてるみたいだ。北が黒の一帯に沈んでからというもの、この辺りも随分と様変わりした。兄さん、他を探そう。ここの雪月花がダメでもまだ咲いているところがあるかもしれない。ああ、そうだな。植物園の連中なら知ってそうだ。隠れ家に戻って話を聞いてみるか。それがいい。僕も心当たりを調べてみるよ。わかった。それじゃあ一旦引き上げよう。こういう時不死鳥騎士団便利だな。ヘイシド、何かご用ですか？来い。雪月花という花のことで聞きたいことがあってな。ロザリア南部以外にあの花が咲いていそうな場所を知らないか？雪月花というと比較的風の強いところに生息する花ですね。ザンブレクのマクルデュロワ丘陵であればもしかしたら咲いているかもしれません。あの辺りはロザリア南部に植生が似ていますし、海沿いは黒の一帯の影響も少ないですから。ありがとう、探してみるよ。兄さん、何か分かったのかい？ああ、マクルデュロワ丘陵に咲いているかもしれないと。言いにく。確かあそこはノースリーチを抜けた先。ヨーテの記録とも合致するよ。彼女は旅の記録をつけていたからね。見覚えがないか聞いてみたんだ。そうしたらノースリーチ近くの海沿いで雪月花らしき花を見かけたと。よし、早速行ってみよう。見ろ、雪月花だ。やっとジルに見せてあげられるね。そうだな、ジルを迎えに隠れ家に戻ろう。ジョシア、悪いんだけど二人きりにしてもらうことはできるか？さてと、僕の仕事はここまで。あとは兄さんに任せるよ。今日は嵐もない。今度こそゆっくりと花を見られるはずさ。さすがだな、ジョシュア。ジル、ちょっといいか。君に見せたいものがあるんだ。構わないけど、急にどうしたの？たまには俺らしくないことをするのもいいかと思ってな。案内するよ、ついてきてくれ。素敵だね。今度俺も真似するわ。雪月花がこんなに。見せたいものってこれだったのね、クライブ。ありがとう。近頃気を張っていただろう。息抜きにでもなればと思ってな。ジョシュアも気にしていた。
ジル、マヌエの丘のことを覚えてるか？ええ、もちろん。あの頃いつも泣いていた私を見てクライブが言ってくれたの。泣かないで花を見に行こうって。嵐に会って花は見られなかったけど、連れ出してくれたことが本当に嬉しかった。泣いてる君に気ばかり焦ってたよ。雪月花が咲くところを見て元気になってほしかったんだ。私がロザリアにやってきてからも北部が揉めているって噂は耳にしていた。代行派につくか貴族派につくか、私をどちらに嫁がせるのが得なのかって。自分がいさかいの原因だってことくらい幼い私でも分かったわ。それ以上に私自身のことは誰も見ていない。そう気づいたら悲しくて苦しくて逃げ出したかった。ジル、でもあの日あなたが来てくれた。あなただけは私を見て嵐の中でも手を引いてくれた。それだけで私は十分すぎるほど救われたの。それに、あ、トルグロもいるじゃん。いっつもこいつ空気読んでんな。天才犬か？俺にかぶせてくれ。あのね、クライブ、あの日の思い出には続きがあるのよ。続き？どんな？次の日の朝、嵐の夜を越えて花が咲いた。まっすぐ上にお日様に向かって、その時分かったの。私が下を向かずにいられるのはあなたがそばにいるからだって。私はあなたのことが好きなんだって。おお、いつもそばにいてくれてありがとう。すべて片付いたら何がしたい、ジル？そうね。旅をしましょう。マリスゼアの外に出て、広い世界で自分にできることを一つ一つ確かめていく。そんな生き方を私はしてみたい。ああ、きっとできるさ。そのために俺たちは戦うんだ。私にできることなんてこんなものだけど。俺には真似できないよ。ありがとう、クライブ。ここへ来てよかった、本当に。大好きよ、クライブ。私の宝物。
素敵だね。名残惜しいけど、そろそろ戻らなきゃ。そうだな。俺たちにはまだやるべきことが残ってる。ええ、行きましょう、クライブ。白銀の君46。お、女王の寵愛ダイヤモンドダストが 7.5 秒短縮。ってかそう思うとバリスゼアって狭くね？外大陸があるんだとしたら。なんかアルテマがアーダコーダしてるけどさ、結局このバリスゼアだけの話なんだよね。世界狭えな。